一応ですね、僕は結構その現代アーティストとかアートがすごい好きで、でなんかもう基本は建築をやってるんですけど、なんかこう建築やる人っていろんなことをやったりとかデザインとか作ったりするので、まあ、僕自身はアートに興味があったので、なんかこう絵を描いてみたいなと。建築で？いや建築ではなくて、なんかその建築ってやっぱり建物として大きいので、うん、なんかこうキャンバスっていう限られた空間の中で、うん、なんかこう作ってみたいなみたいな、思い通りのものを、はい、なんかこうコントロールしたいというか、なんかこう作りたいみたいなのがあって、でもただもう思い描いたものを作るだけだと面白くないので、うん、なんかちょっと実験的なというか感じを僕は好きで、あの絵を始めたのがきっかけなんですけど。抽象画が多いんですか？そうですね、あの細かく何かを描くというよりかは、うん、そのハプニングというか、こういうことをしてできたもの、だから予想できないものを作った方が僕は好きというか、うん、なので僕自身もできるまでなんか何ができるか分からないでこの辺のが今あの来月、あ今月か、来週個展が大阪であるので、その大阪でやる、あどうぞどうぞ、あの個展のあの絵を描いてまして、これ白い、いやこれ実はですね、あの白いように見えるんですけど、よく近づいて見てもらうとちょっとちっちゃく、はい、色がついてるのが見ていただけるかなと思うんですけど、でも もうほとんど見えない状態、見えないですね、はい、近くに行かないと。そうなんです。でこの辺とかはその炭を使って作ってるシリーズでして、でこう炭を上から垂らしてるんですね。でこれは僕の中で作品の G っていうシリーズがありまして、あのこの辺がまあ最初の作品の G っていうシリーズなんですけど、こう、あのこうキャンバスの上にあの絵の具を垂らすんですね。でせーのでこういう形で立たすんですよ。そうすると絵の具 の、まあそのまあ、分量というかその質量で落ち方が変わってなるんです、落ちるんですね。でこうやってる瞬間っていうのは重力がその絵の具にかかっているので、この瞬間をこう、まあ、重力がというか地球が描いてると。でその瞬間を僕が美しいと思った瞬間をまた戻すんです。そうすると僕が、まあ、言ったら意図した絵の具のラインと、あと重力がやったまあ地球のまあハプニング的なというか、あのものがまあ同一化されて、まあキャンバス上に描けると。で僕は手を言ったら触れてないというわけではないんですけど、まあ、僕が描いてるというよりかは地球が描いたみたいな、でも僕がコントロールしてるみたいな、完全に操作はしてないですよね、まあ、仕組みを考えるみたいなところですよね、うん、今もちょっとうっすら見えてるかと思うんですけど、これ蓄光塗料って言って、あの光を溜め込んで映すあのものでして、これは椅子にあのベンチの中にあのブラックライトを仕込んでまして、でそれがこうキャンバスに当たるとその蓄光塗料が、うん、あの浮かび上がってその絵を表現するというか、なのでこう人間ってやっぱり昼間と夜で二面性を持ってるというか、なんかちょっとこう男の人とかも夜になるとエロくなったりとかなんかこうなんか昼間は優しいんだけど夜ちょっとこうなんか冷たいとか、なんかこうちょっと変わるじゃないですか、切り替わりますね、はい。でなんかその切り替わりを僕は絵でも表現したいなと思ってで作っているんですけど、これとかそのさっき見せていたクリムトの絵とかは実はこう周りにさっき黄金のこう塗料がついてたと思うんですけど、実はブラックライトでどこに描いてるか全然分からなかったんです。そうなんです。でもこれこのにじみがすごい、そうなんです、なんかにじみが葉脈だったりとか、なんか生物のこうにじんこみたいな、なんかこういう感じを、うん、あの表現 し始めたというか、なんか植物っぽく見えます、はい、やっぱりこう、うん、人って何ていうかね、こうカテゴライズしたがるというか、うん、なんかこう何やってる人ってはめたくなるじゃないですか、アイドル女優とか、なんかイメージさせやすいというか。そうですね、でもあんまり境界線ない。そうなんです、実際はないというか、前で制約前からかけられるっていう感じはありますね。あとやっぱりこうオーダーしやすくなるというか、把握させるためにっていうところがあるので、だから僕はそうじゃなくて何でもやりますよと、うん、だからなんか職業なんですかって言われた時に、なんか長谷川拓海っていう一つのジャンルじゃないですけど
何でもやる人っていうのをのジャンルの、はい、作りたいなっていうのが、まあ、意図してるところというか、はい、やりたいところですかね。やってることみんなつながりますよね。はい。